はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、パルシナでフェアトレードの商品を作られている架橋の代表の高橋さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、フェアトレードで何を作られているのかっていう部分もお話しいただこうかなと思ってまして、まず簡単に高橋さんの自己紹介をお伺いしてもよろしいですか。高橋千恵と申します。兵庫県出身、兵庫県在住。大学時代は文化人類学という世界の文化を学びに行く、そういう学問を研究していました。で、大学卒業後にそのままの流れで今の架橋という事業を起業しました。はい、ありがとうございます。いろいろ後ほどお伺いできればなというふうに考えているんですけれども、はい、まず早速なんですけれども、高橋さんが国際協力とか海外に興味を持ったきっかけっていうところからお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、はい、何がきっかけで興味を持たれたんですかね。英会話に小学校4年生から行っていて、はい、そこからですね、日本じゃないところに興味を持ったっていうのは、はい、小学4年生の時に英会話を行ったきっかけって何かあったんですか。学校を出たらアメリカ人の先生が勧誘してて、はい、なるほどね、ビラ配ってたんですよ。くあるやつですね。でついてったんです、はい、あ、じゃあ、あの営業に引っかかっちゃったんですね。親さんも OK 出して、OK、でそれで英会話を学ばれたっていうのが一番最初のきっかけ。そうですね。実際英会話を学ばれた時ってどうでした。楽しかったです。特に最初の方は分からないことを全部教えてもらう感じで、だんだん宿題が増えて辛くなってたんですけど、最初はすごい楽しくて確かにそうですよね。じゃあそこから漠然と英語を使うことで海外ってところに興味を持ち始めたってきっかけなんですかね。そうですね。なるほど。実際そこから国際協力に入っていくきっかけって何かあったんですか。国際協力に入りましたっていう自覚がなくて、はい、緩やかに文化に興味がある、で、はい、暮らしに興味がある、そこの人たちに興味がある、はい、じゃあその人たちが置かれてる状況にも興味があるみたいな感じで、だんだんあーなるほど、ね、ソーシャルな方向というか。そういうことですね。ありがとうございます。具体的になんですけど、一番最初に行った国ってどことかってあります。最初はアメリカです。あ、一番最初はアメリカなんですね。先生の国境に、はい、そうなんですねその次に行かれた国ってどこになるんですか。次が一瞬シンガポールに旅行で行ったんですけど、短かったのでそれをさておいて、次がブルガリアという国。そうなんですね。ブルガリアに行かれたきっかけって何かあったんですか。大学の交換留学の枠だったんですけど。なるほどですね。実際交換留学ってどれぐらいの期間行かれてたんですか。10ヶ月しっかり向こうで暮らすっていう。へえ、そういうプログラムがあるんですね。ちなみに大学ってお聞きしてもよろしいですか。神戸大学の、今は改編されたんですけど、はい、国際文化学部というところにいました。そうなんですね。じゃあ神戸大学では1年間の交換留学制度みたいなのがあって。そうですね、割とどこの学部からも申し込めるみたいな感じで、ちなみにブルガリアにした意味とかってあったんですか。中東とヨーロッパの間にあるっていう地理的なところの面白さが絶対あるだろうなと思って、はい、なるほど。じゃあもう実際文化の面白さっていう観点でブルガリアを選択されたってことですね、はい、そうだと思います。なるほど。実際その10ヶ月の中で自分の中で大きく変わった変化ってありました。ポーランドとドイツの友人と仲良くなって、うんうん、彼女らがすごく環境意識とか、うん、ヴィーガンとかベジタリアンとか、はい、動物のこととか全部含めていろいろ考えを持ってる人たちで、はい、すごい感化されて、あ、そうなんですね、知らなかった世界が一つパッと開いたみたいな、はいはいはい、なるほど。そこで結構自分の中でやりたいことっていうのも変わっていったんですかね。もともと多分いろいろやりたかったと思うんですけど、うんうん、抑えられてた部分があって、あ、実際 NPO とか行きたいなって大学1年生の時思ってたんですけど、うんうん、どうやって行くか分かんないしなぐらいに思ってて、じゃあその大学生の時は結構 NPO とか NGO とかに行きたいなっていう思いが強かった感じなんですか。何かしら社会課題に関わるところにいたいなと思ってたんです、漠然と。そういうことですね。で、実際ブルガリアの交換留学行かれるじゃないですか、はい、その後ってどっかまた違う国とかホームステイとかもされてらっしゃったんですか。そうです。ブルガリアの留学が終わる時に、うんうん、ずっと中東のパレスチナに行きたくて、はい、ブルガリアからだと格安航空が飛んで行けると思ってそんな遠くなかったんですか。あ、2時間半とかそんなもんです。近いですね。近いんですよ。地理的にも実際近いですし、はいはいはい、そうなんですね。じゃあブルガリアからパレスチナに行かれたって感じです、はい、実際パレスチナってどうなんですか、生活は。意外と普通で、いろいろ想像していくんですけど、普通に子どものおもちゃが売られてるお店があったりとか、日用品を買い求めるお母さんがいたりとか、そういうものを最初に見て、メディアが言ってたやつと違うかもしれないみたいなのをふんわり思って、はい、ちなみにパレスチナに行きたいって思った理由って何かあったんですか。よく知られてる日本
本でのパレスチナのイメージみたいなところと、うんうんうん、本当の人の暮らしみたいなところって多分ギャップがあって、はい、暮らしの部分は行かないとわからないだろうなっていうのがありました、うんうんうん、大学時代。なるほど。じゃあそこを実際目で確かめたいなっていうところも含めて、うん、パレスチナに行かれたってことですね、はい、パレスチナでどれぐらいの期間いらっしゃったんですか？ホームステイは1ヶ月です。あ、そうなんですね。計1ヶ月半ぐらい現地には行ったことあるんですけど、うんうん、実際パレスチナ行ってみてどうでした？楽しかったですか？楽しかったし、はい、悩んだし、はい、っていうところがもうちょっとそこを聞いてみたいなと思うんですけど、はい、パレスチナで楽しかったことと悩んだことあったと思うんですけど、はい、楽しかったことって何ですか？ご飯と人と雰囲気全般ですね、はい、へー、そうなんですね、うん、ちなみに悩んだことって何ですか？彼ら普通に暮らしてるんですけど、うん、合間合間に日常の中の難しさとか、うん、パレスチナが置かれている占領という状況だったりっていうのが垣間見える時があって、向こうは淡々としてるというか、うん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 、それが日常だからねみたいなところがあって、あ、そういうことなんですね。なんかモヤモヤ感というか、はい、一番モヤモヤしたことって覚えてます？出来事とかで特に大変な状況に置かれてるような地域に行ったりすると、うん、エピソードを生々しいの聞いたりとか、うんうん、そういう時はやっぱり抱えきれないですし、どうしたらいいかなとか思いますし、はい、なるほど。実際じゃあそのホームステイを通じて楽しいことも悩むこともいっぱいあったと思うんですけど、うん、パレスチナが好きになったっていうところは大前提として、はい、そこに関わるような事業をやっていきたいっていう思いもあったんですか？事業をやろうとは最初思ってなかったですし、うん、そうなんですね。何かを成し遂げようと思って、うん、行ったわけじゃないんですけど、そういうことですね。何ができるかわからないから行ってみようみたいな感じで行きましたね、うんうんうん、なるほど。じゃあそれを終えられていろんな経験されると思うんですけど、大学4年生になって就職活動みたいなところも入っていくわけですよね、うんうん、はい、その中で自分がやりたいという思いに至った経緯も聞きしてみたいなと思ったんですけど、はい、そこって何かあったんですか？まずパレスチナと関わりたいというのは大前提としてあって、はい、いろんなものを見聞きした、いいことも悪いこともあったと、うん、それをなかったことにして、うん、自分だけ日本で何かしらの職を見つけてハッピーみたいなのには多分幸せにならないだろうなと思って、はい、うんうんうん、何かしようと思って、でも NGO っていうのは新卒の敷居はちょっと高め、うん、あ、そうなんですね、ところがあって、はい、で飛び越えて自分で事業をやるっていう形になっていくわけですね。もう他にないみたいな。そこで事業をやりたいと思った時に何をやるかってどう決めたんですか？お箸を作ろうっていうのをある日突然思って、はい、うんうん、あ、そうなんですね。それは日本で箸を作ろうっていうわけではなくて、ではない、パレスチナで箸を作ろうって感じになったんですね。パレスチナでオリーブの木がよく取れるんですね、はい、すごい特産でみんな大好きなんですよ、うんうんうん、オリーブ、うん、その木を使って何かしたいで、うん、パレスチナって物理的にめっちゃ高い壁があって囲まれてる地域とかもあるんですよ、町自体が、はい、でその壁を見た時に生活を塞いでる感じがして、うんうん、まあ、いろんな理由はあるとしても、うんうん、でそうじゃなくて生み出すようなことをしたいな、うんうん、もっと生産的なことをしたいなと思って、はい、現地の人と一緒に作るっていうことをやりたくて、うんうん、壁ではなく橋っていう英語的な言い回し、うんうん、ブリッジノットウォールという言い回しで、はい、ブリッジがいいなと思い、はいはい、ブリッジは作れないからお橋にしようかな、はいはい、そういう考えが自分の中で生まれたわけですね。生まれたんですよね。じゃあそれがきっかけで橋を作ろうという形になったわけですね、うん、そうです。でちなみに自分でやろうとした時にその次考えるのがどういう団体とか会社名とか事業名にしようって考えるじゃないですか。そこをきっかけになったのが橋と掛け合わさってるって感じなんですかね。そうですね、もうそのまま行きました屋号は。なるほど。屋号はどういう名前なのかっていうのを改めてお聞きしてもよろしいですか？掛け橋と言います、うん、なるほどですね、ありがとうございます、はい、ここまでは高橋さんが実際国際協力に興味を持ったきっかけから何がきっかけで今掛け橋っていう事業をされてらっしゃるのかっていうところをお話しいただきました。ちょっと次の動画では具体的にどういう事業をやっているのか、これからどうしていきたいのかっていうところをお話をお伺いしたいなというふうに考えてます、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。